吉川さん、お久しぶりです。電話がつながりません。合言葉はバッチリなんですが残念です。スタッフの皆さんも電話を受け大変ですね。応援してます、頑張ってくださいと。バッチリです。じゃあ原田純子さん、ウェイドバレディ、はい、 OK です。少しでもね、つながった感があればなというふうに思います。そんな中で、そもそも大川ピッチリ
でもその前ほらエントリーで繋がったわけじゃないですか。はい。その時ってどんな気持ちだったんですか。いやもう何もかもない。これでいけるとも思わないもんなんですか。いや私なんか今日ね、はい、なんか朝もつながったんで外れましたけどもね、なんか2回繋がったんですか。つながるなとは思ってたんですよね、なんかそんな気がしてたんです。気持ちかもしれないですね。それから特殊なキスを使ってるとかね。この電話機からかければ必ず繋がるみたいなのが。いいね、とんでもないです。今ご自宅はどなたといらっしゃるんですか。いや、もう私一人です。あ、じゃあもう本当に一人でずっと見つめていらっしゃったんですね。はい、はい、そうなんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは宝箱目の前に3つあります。ノリオの箱、傭兵の箱、五郎の箱、この3つですけども、どれにしますか。ノリオさんで。あ、ノリオの箱。はい。こんな立派な箱ですね。さあ、それではいきますよ。はい。ノリオの箱でございます。はい。それでは、オープン。さあ、どうなんか。若干の金属音がしてから。参ります。はい。まず、闇沢農協青年部、情熱米5キロ。ああ、ありがとうございます。東洋水産、赤いキツネ、12個入り1ケース。はい。東洋水産、緑のたぬき、12個入り1ケース。はい。もう赤緑、赤緑ってものをね、繰り返し食べられますから。はい、そして、あの、お好み焼き屋なんでやねんのお食事券3000円分。はい、ありがとうございます。カスター、オーラルケアセット、ガム、デンタルリンス、歯磨き粉、歯ブラシなどセットで。はい。ハッケンザーワイナリー、スパークリングワイン、はい、白1本、はい、ロゼ1本。はい。まどこさん、飲まれます？私、お酒大好きです。わーい。たまらん。このスパークリングワイン、美味しいですよ。あー、ありがとうございます。口当たりがすごく優しくて。そうですか。はい、でも、まどこさん、ちょっとね、クイクイっていっちゃう可能性もありますから。あー、そうですか。ちょっと お気をつけて。はい、ありがとうございます。味わってる。さらに、おこっぺ町観光協会から、はい、おこっぺの特産品3000円分相当です。おめでとうございます。あ、本日ありがとうございます。嬉しいです。まどこさんはいつ頃から STB ラジオご老中のお付き合いいただいているんですか。私は結婚して23から知ってます。STB ラジオですか。これすいません、じゃあ何年間って言ってしまって大丈夫ですか。23歳から STB ラジオ。今もう70ちょっと超えましたと。STB ラジオ50年間。僕生まれる前からですね。そうですね。ありがとうございます。はい、ねえ、はい、いろんなラジオ局ありますのに。はい、そんなことない。ねえ、はい、いや、逆にありがとうございます。はい、そうやってずっと STB ラジオ愛してくださって、はい、そんな中でも今日気持ちがね、届いて、はい、2回つながると、はい、いうことにもなったのかもしれませんけども、はい、なんでやねんね、はい、お好み焼きですけども、はい、今目の前にね、工藤さんいますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いしますね。はい、お待ちしておりますと言ってます。はい。で、なんでやねんはですね、今15周年記念ということで、はい、今日までですね、今日まで、はい、ドリンク全品半額ということなんですけども、はい、今日は無理ですか。無理ですね。3000分のお食事券持って今日行けばね、さらにドリンク半額でっていうのがラッキーだったんですけども、まあラジオ聞いてる方で、はいはい、っていう方はですね、南四条、西5丁目紬ビル5階、36号線沿いというところに足を運んでいただきましょう。お好み焼き普段食べられます。はい、食べます。自分一人でいる時もね、お昼にちょこっとあれしたりして食べます。あ、はい、自分の下手な味もあるもう多分ですね、お好み焼きはこうじゃっていうお好み焼きを、はい、皆さん食べることできると思いますので、ぜひぜひ、味わってください。はい、わかりました。ありがとうございます。今日はご参加ありがとうございました。ありがとうございます。この後もどうぞお付き合いください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ということで見事あさこさん当たりました。おめでとうございます。お歳暮シーズン、今年はどうする。僕たちがもらって嬉しいものはいいよね。君は何が欲しい。あなたこそ何が嬉しいのよ。じゃあ一緒に、せーの、近畿の伊豆市。仲睦まじいご家庭に、中井栄作商店近畿の伊豆市。詳しくは近畿の伊豆市で検索。
選曲、上杉修太、ブラザー。来週は小樽第一ゴム、男性用滑りづらい冬靴、高級感たっぷり、冬の厳しい雪道に。結局今日傭兵の箱が選ばれていない。もしかしたら中開けたらね、傭兵饅頭しか入ってないんじゃないかというふうに思われてるのかもしれませんけれども、そんなことはないはずですけど、ヨウさん、ヨウさんね、これコロさん健在の時からそうなんですけど、はい、僕の箱はカマセイの実が作られてるんですよ。もう出すなってんの俺の箱は。でも分かるんですよ、意外とそう見せかけておいて傭兵箱開けたら何も入ってないとかあると思うんですよ。いやいや、意外でも何でもないでしょ、それ本当に。あ、さっきね、傭兵の箱を、はい、もし選んでたら、はい、何入っちゃった？スカって書いてあるんですよ。そうなんじゃないんだよ。うわ、本当にスカあるんだ。これあれですよね、傭兵で終わりわけじゃないのに、傭兵ですごく悪者になりますよね、これね。だから僕から言わせてくれ、来週僕の箱は絶対開けるから。絶対開けるよ。わかんないですよ、来週。もう裏を書いてない週は一番いいかもしれない。俺の箱は最後希望の出てこないパンドラの箱だ。そんな中ね、お寒くなってきましたけれども、こういった時には温かい家でこうくつろぎたいなという日がこれから続いてまいりますが、ここで3本目やってきたのが銭湯なんですが、はい、実はですね、豊平区の健二さんからお便りをいただきまして、はい、豊平区北の東に月見湯さんという銭湯があるんですよと、うん、でここ家族経営で番台にいるのはみんなご家族の女性たちなんですが、中でも四代目をこれから継ぐご主人の奥様、つまりお嫁さんのさきちゃん、とにかく明るく笑顔で元気いっぱいお客様を出迎えてくれて素敵な銭湯なので、ぜひ中継してくださいということでお便りいただいたので来ました、この月見湯さん。で、私今ロビーから中継させていただいてるんですけれども、豊平区北の東2条11丁目月見湯のロビーからのお騒がせでございますが、さあそんなさきちゃんご登場いただきますからね。川崎さん聞いてるのですか？聞いてる、めっちゃ聞いてる。どうしたの？先生から生体反応がなくなったんだけど。いや今ね、情報が入ってきて。何？はい、ミクディレクターのお姉ちゃんの情報です。はい、はい、めっちゃ怒られた。今後また傭兵を見かけても、